もともとひげがあったんですよ、うんうん、写真がね、はい、それでじゃあ刑事になろうってんでいろいろだニックネームをだから会議で、ね、うん、プロデューサーとか脚本家の方みんな会議でなんかねどうしたらってなんか、うん、マッキンリーとかエベレストとかいろいろ出たらしいですよ、うん、山男って設定だもんですから、うん、で落ち着きのいいところでロッキーでいいんじゃない、うん、山さんがどうしてでこう人差し指をこう唇とここに当てたかって どうしてかって知ってます？ゴリさんはね、ええ、ご自分でもおっしゃったけどね、ええ、あの新人の教育係です、ええ、吉野さんはねやっぱ紳士だ紳士、うんうん。太陽にお色の話を太陽にワオ、うん、ね、ワオ。いやでもロッキーさんあの、ね、好きでした。あの子供ながらに多分小学校低学年ぐらいだったのかな。そうですよね。でもすごいひげかっこいいおひげのおじさんだなと思ったんですけど、うん、それが目が優しくてね、はい、すごい素敵でした。デビューしたのは1977年。あ、だから太陽の上を、はい、僕77年やっぱ子供の頃で、うん、小学校1年生、はい、45年、6年、うん、ですよね。あの当時からあまり変わらないって言われるんですよね。本当に当時からヒゲでしたから、ヒゲのおじさんだったからね、26ぐらい。だからそのヒゲで受かったって言ってる、うん、ですよね。そうなんだよ。誰かが推薦したって。話してんだけど、優作さんでしたっけ。そう養成所時代からヒゲあったんですよ、うん、もう、でそのヒゲをなんか本部の人が取って、ほら、うん、番宣用になって、はい、これでなんか撮ってね、その太陽にほえろの日本テレビのプロデューサーさんの机の上にこう置いてくるんですって、みんなが各事務所の方々。で僕のその養成所時代のひげの写真をその太陽にほえろのプロデューサーの方の机の上に置いてきたらしいんだよね。でたまたま優作さんがなんか日テレに遊びに来てて、そのプロデューサーさんのところに挨拶に来たらしい。でその時にたまたま僕のそのひげの写真があって、優作さんがそれ見て、おい、ひげの刑事も面白いんじゃないのって言ったらしいんですよ、ね。だからプロデューサーさん、あ、ちょっとこれ面白いかな、ちょっと会ってみようかってんで、会ってくれたのが最初。じゃあ優作さんの優作さんいなかったら、本当に今頃本当に北海道行って、僕はあの帰って漁師やってますよ。あ、それも似合いますね。はい、だから、ひげなかったらね、デビューしてないかもしれないですね。だからその後に人生変わったんです。ウルトラマンダイナで会った時にやっぱ一年発起でひげを剃ったっていう、うん、このままじゃいけないっていうか、なんか一年発起だったっていう。土曜サスペンス、火曜サスペンスか、なんか日テレのね、サスペンスもので、村川徹監督、村川さんが、ね、はい、村川さん、ロッキーお前さ、もうそろそろひげも剃ればって、うん、台本にはなかったんだけど、うん、剃るんだったらそういうシーン作っちゃうよ、うん、本当作っちゃう、まあ、で、そういうシーンを作ってくれる。最後こうタオルでキュッ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 ってやって、スッと撮ると、綺麗な顔が出るわけだよ、りょうちゃんの。はい、それは犯人だったんですか。あの犯人役だった。あ、うん、あ、じゃあ変身するっていうか、なんか、まあまあそういうことですね、うん、ちょっと真っ当になるみたいな、真っ当になってきた。いや、だから、それからですね、素直で、だからお仕事させていただいたらね。いや、そうですよね、確かにね、はい、あれですか、あのヒゲがあって、そのお写真見てロッキーって名前が、イメージが作ったんですか。いや、だ、元々そうだよね、ね、元々はヒゲがあったんですよ、ね、写真がね、はい、それでじゃあ刑事になろうってんで、いろいろだ、ニックネームをだから会議で、ね、うん、プロデューサーとか脚本家の方みんな会議でなんかね、どうするって、うん、なんかマッキンリーとかエベレストとかいろいろ出たらしいですよ、山男ってことで、山男って設定だもんですから、
で、まあ、落ち着きのいいところでロッキーでいいんじゃない、まあ、一番安いですよね、マッケンニーなの、まあ、エベレストなんて小さい子はアルプスなんてね、おかしいもんね、エベレストとかそう言いづらいじゃん、ロッキーのそうでしょ、まあ、だから落ち着くとこに落ち着いたわけですパンパンって感じいろいろありますけど、安心の医療体制で笑顔いっぱいのフロンティアの介護に決めました。介護のことだ、フロンティア363-133。刑事の話をね、うんうんうん、ちょっとどんな人がどんな人だったかとか、うん、山さんとかって、あ、山さん、山さんがどうしてでこう人差し指を、うん、こう唇とここに当てたかって どうしてかって知ってます？いや、分かんないです。七曲がり署の撮影でちょっと、うん、ライティングやってる時に、うん、いや、これはね、近所のご婦人がね、たまたまなんか僕はこうやったらしいんだよ、うん、セクシーだって言われたんだよいいですね、ご婦人、山さんだよあの山さんですよそしたらずっとこう、うん、それからなんかね、なんかあったらね始めたんですね、うわー、セクシーセクシー、やっぱりセクシーだったね、あの山さんね、あの山さんあんなそう、でもね、かっこいいんだよ、またいや、わかりますよ、山さん結構かっこよかったもん。俺これやったらおかしいじゃん、シーって感じだもんね、いや、静かにしろってなんか、シーになっちゃう、シーになっちゃうでしょ、山さんやるとセクシーになっちゃう。ゴリさんはどうですか？ゴリさんはね、ご自分でもおっしゃったけどね、あの新人の教育係です、もう気持ちが広くて、うんうん、僕はね、あのたくさんたくさん怒られましたけど、ロキ、カメラがある現場には台本持ってくんだ、うん、セリフなんか飛んだっていいじゃないか、ちゃんとその場その場ちゃんと教えてくれるし、もう一回やればいいんだから、要するにセリフをなぞって言うよりもここでお前やるよ、うん、まあね、ろくな芝居なんかできねえんだから、あんなもん初めからかっこよくやろうとか思うな、ここだ、だから台本持ってくんな、カメラのある子に台本持ってくんな、うん、それが未だにこびりついちゃってて、うん、あのカメラのあるその現場にはね、大体持っていけないんですよ、なんか、私はゴリさん、この間見てんじゃないか、ワッコの金メダルの時の、その晩年のその先生、うんうん、が、あのゴリさん、ゴリさん、リュウさん、あ、すごい、最後一緒にそう、いろいろ教わりました、うん、熱いでしょ、はい、芝居好きそうなんですよ、うん、でも余計なこと言わないんですよね、すごい、全然余計なこと、あの圧で言うとかじゃなくて、じっと見ててくれて、うん、まあその時10代でね、なんか大丈夫かなと思ったかもしれないんですけど、そうそうそう、でも言う時ちゃんと教えてくれて、ああ、なんかそんな感じが、僕もお会いしたけど、ちゃんとやっぱり全体を見てくれてる人だったね、本当、太陽の太陽に吠えるのはやっぱり現場監督みたいな人だったんですね、すごいやっぱりあったかいし、暑いし、うん、下川達平さんは、達平さんはね、親父なんですよ、親父、もう亡くなっちゃったけども、うん、すっごいあのまんまの人で、本当あったかい親父って感じだったですね、大好きだった、あ、そうですか、たまにロケちょっと飲みに行こうなんつって、目黒とかの辺のちっちゃな居酒屋で焼き鳥で一杯飲んだりとかね、うん、そういう人だったし、あのみんなが集まるところに行って一緒に飲むって感じじゃないんですよ、あの人、タペさん、うん、で静かにマイペースで、あの雰囲気 ですか、じゃあ2人で飲むのが一番いい、結構、うん、わーっていうより、うん、だから最後の最後、僕死ぬ時もタペさんと2人きりのシーンがホテルのあれがそのベランダであって、でその時にそのタッペさんのセリフで、下川さんのセリフで、俺はその引退すると、刑事を引退するんだ、いや警察学校に行こうと思ってる、お前のような刑事を育てるために俺はもう警察学校に行って若い刑事を育てるからっていうセリフがあって、僕は死ぬ時ですから、うん、タッペさんってあだ名なんでしたっけ、刑事の長さん、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 長さんで、長さん、長さんで、
イカリアさんじゃないですよね。じゃあいよいよ殿下、殿下は殿下はね、明さんですよ、小野寺明さん。あの設定がやっぱり殿下じゃないですか、きちんとスーツ着てネクタイ締めて、ね、それ崩しちゃいけないっていうあれがあって、でも彼は北海道の帯広出身で、僕は釧路出身で、どちらかというと素朴な、ね、あの人なんだけども、やっぱり最後までだからその殿下っていうイメージを崩せなくて大変だったみたい。なるほど、本人言うには、俺これこうじゃねえんだよ、でも勝手に本当は崩す、俳優だから崩すのはできるんだけど、太陽に吠えろっていう、そのでっかい看板の中の一人じゃないですか、だかそれを太陽に吠えろ考えたらできなかった、しばらくできなかったって。なるほど、だから、苦しんだんじゃないですかね。ですよね。でも本人はだからそういうのは本当は壊したいんですよ。壊したい、それ同じこと言ってました。壊したいのよ、壊したいの。僕だって壊したかったのよ。もう壊れてますよ、ちょっと壊れてますね。壊しますよ、壊しますから。だってヒゲのロッキーったらさ、ヒゲのこわもててさ、おい、たまらたまらたまらた、僕はそうじゃないのよって言いたかったんだよ。でも目が優しかったよね。目が優しい、目が優しい、どういうこのおじさんは目が、もう壊れてますか、これ大丈夫です。若手刑事は誰がいました、いわゆるあの俺で5年間やってたんで、まあ、渡辺徹さん、徹もやりましたね。だボンボン刑事、あ、ボンさんやって、ボンさん、徹、さん、トールも来た、シンジも、シンジも来たけど、シンジは殉職してないんですよ、山下シンジさん、草刈り、神田さんも、神田さんも新人刑事じゃないんですよ。あ、神田、あ、そうですか、新人刑事じゃないけど、しばらく一緒にやってました、神田さん、あ、結構、沖さんも一緒にね、ですか、沖正也さんも、あ、沖正也さん、結構やってましたですね。スコッチ、スコッチ、スコッチ、はい、スコッチ刑事。どうですか、ボンさん新人でしたよね、本当に新人でしたよね。そうそう、宮内さん、だから、僕はだから宮内さんとはよく飲みに行ったんですね、可愛がってもらったけど、先輩だから一応。ああ、なるほど。もう二人で、よく渋谷とか、でも亡くなっちゃったから。ああ、そうですよね、結構亡くなったんですよ。トールさんどうですか。トールはあの通りです。トールとも本当に当時違うんだけど、ね、すごい痩せててね、可愛い顔してて、あいつたまん、でも太陽に吠えるの途中からどんどん太り出したんです。太ってびっくりしちゃって、歌って踊れる刑事ですなんてね、ってやってたけど、ね、あのまんま、でもあのまんまですよ、本当明るくてね、まっすぐな、いいや、本当いいやつですよ、あ、彼は、本当いいやつとしか言いようがない。あ、そうか、スコッチ刑事、ちょっと神経…スコッチって知ってます、知ってます、やっぱ神経質な感じだったんですか、でもね、明るかったんだけどね、僕とね、神田さんと奥ちゃん3人は結構ね、仕事の合間とかちょこちょこっと会っていっぱい飲んだりしてましたね、なんか、まああったんですかね、そのあれがね、あ、なんか年もそうだったのかもしれないけども、あ、だから奥ちゃん、誰も知らない奥ちゃんはもしかしたら僕とか神田さんは知ってるかもしれないですね。あ、酒飲んでちょっとこう内面っていうか、こう、なるほどな、そういう人だったですね、決してその暗い人じゃなかったですね。神田さんはまっすぐな感じしますね。神田さんもまあ言えないことも言えることもまあね、あの人意外とカラオケ好きなんだよ。ちょっと言えないことで、ここでもちょっと言っていいこと一つないですか。言えないことでちょっと情熱バーなんで。あのね、彼はね、うちに来たんだよ。お。狭いとこでさ、麻雀しようって、狭いとこでマネージャーと、でもう一人だから、で狭いとこで麻雀やって、うちでハブ氏があったね、こんなでっかいハブ氏があったね、それ飲みながらね、ここにもありますけど、うわ、うちのね、あの狭いマンションで
そういう記憶ありますね。だから結構気さくなんですよ。ああ、鹿児島行った時なんかロケ行った時なんか毎日2人でとんずらしてさ、カラオケスナックみたいなの行って歌うんですよ。あ、歌う。びっくりでしょ。神田さんが。神田正輝が歌うのよ。うまい。まあ今だから言いますけどね。いや、いいじゃないですか、歌ぐらい。うまいですわ。で、2人でとんずらすの。おお。なんか合うんですね、神田さん。秋が合うな。いい気持ちになってるんだよ。あれ10日ぐらいいたんだけども、もう半分ぐらい2人でとんずらしたんだよ、ね。やっぱり毎日先輩方が飲むっていうのをとんずらして2人でカラオケ。ああ、なるほど。ロッキーロッキーロッキーやっちゃう。いや、ほら、お付き合いとかあるんじゃないですか、地方行くと。わかります。そういうの、まあ、ね、仕方ないときは仕方ないんだけど。ロッキーロッキーロッキー。意外と素朴。あの人も素朴な感じします、ね、だどう作る部分ってあるじゃないですか、あのままっていうか、あのままね、やっぱ素朴な方なんですか。で最後にじゃあ裕次郎さんの、うわ、お深いな、その表情は。いや、裕次郎さん会ったと、お会いしたことないです。いや、僕らの世代は会えないですよ、会ってないですよ。裕次郎さんはね、やっぱ紳士だ、紳士、でザックバラン、あ、ザックバラン、ザックバラン、へー、なんかね、なんなんだろう、特にスタッフにはね、必ず名前を覚えて、名前で呼びま す、ね、何々ちゃん、必ず名前で、で今日来たスタッフ、なんとかです、よろしくお願いします、あ、よろしくお願いします、次の日の朝、ななちゃん、まあ、マイクロバスみたいなのあるじゃん、はい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 、どうだ、あ、はい、今日から頑張りますんで、お、飲め、だからみんななんだけど缶ビール飲ませて朝だよ、朝7時ですよ、今だから言いますが、もう何々ちゃんどころじゃない、おいおいおい、飲めます朝が本当にね、あの、ちょっとスタッフ大事に、今日あのうちの若いのに、言ってくださいと、あのこの逸話別に飲んできても俺らが、石原裕次郎は朝からビール飲ましたんだとで、あのね、本当にあのボスのすごいところはね、まあ、本当にあの平等、もう下のスタッフ、下の俳優さんに対してもちゃんと名前できちんとやっぱり接してくれるんですよ。選ぶんないんですよ。やっぱ名前を選ぶんないって、そうですね。だから大きい人ってそうなんだよ。選ぶんないんですよ。そうなんです。だからみんなが、ね、慕って、そうなんですよ。ただ俺名前を覚えられないですよ。スタッフ みんな。これも小田君の話ですけどね。ほら、大学卒業してから、ヤクザ映画とか東映とかで行くじゃないですか。え、鶴田さんとか。あの普通に喋ってください。和歌山富三郎さんが、ね、はい、僕は太陽に吠えろで、ボスと一緒にやってたってのがちょこ入ってて、まあ、裕次郎元気かって話しかけてくれるわけですよ、大御所が、とんでもない役で言ってんのに、裕次郎元気か、はい、元気でやってます、はい、でそういうそのなんとああいう大御所にも可愛がられてるのが、石原裕次郎さんと僕は感じた。そうですね、どこ行ってもでしたね。そうです、だから好かれてたんですよね、丹波さん、裕次郎元気、元気、みんなだからボスを嫌ってる人いないぐらいなんか、だったような気しますね。何なんだろう、石原裕次郎っていう人が本当にそれだけなんかね、こう魅力あったんでしょうね、と思いますね。あの中台さんがあのよく昔のその話をしてくれた時に、あのすごい足の長い人がいるなって思ったら裕次郎さん でしかもすごく、まあ、気さくに声かけて、まあ、太陽みたいいるだけで、自分はあの中台さんっていうのは意外とちょっと陰な性格でもあるけど、すごい普通に何でもないようにそこにいて、あの
すごいなんかそういうことをおっしゃってましたね。太陽みたい太陽みたい、うん、それであのタイトルになったんですかね。それは違うと思いますけどでも本当に陽のすごいみんなにだから逆にそうやって作ってるわけじゃないんですよ、うんうんうん、あの方のその人間性なのかもしれないですけどね、うんうん、いやでも確かに悪い話聞いたことないですよ、裕次郎さんの、うん、本当にみんななんか好きだって言ってて、うんうん、いや宮内中なんかパーティーみたいなのがあったんですよ、太陽に吠えろの、はい、六本木でなんかあって、その2次会か3次会に気が付いたら僕と宮内潤とボスしかいなかったんですよ、青山のサンパークラブ、はい、広いとこなんですよ、女性はいるんですけどね、はい、広いとこなんですよ、で3人なんですよ、もちろん石原プロの方は遠巻きにいるんですけど、で宮内潤と僕に対して話するんだけど、うん、話する時も上から目線でこうペラ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 話すんじゃないんですよ、うん、ちょっといいから話していい、ちょっと昔の話だけどさ、うん、どんどん話してください、そうやってなんかこう気使って話す、いや素敵な人だな、ちょっといいかな話して、いや、ちょっといいっすね、いや感動しました、で、うん、じゃあちょっと歌おうか、えサパークラス全然客もいないんですよ、はい、で女性呼んで、じゃあマイクちょっとでマイク持って女性をこうやってマイク持って歌い出したんですよ、映画の世界でしょ、うん、女性をこう抱えながらマイクでうーってこう歌うんですね、はい、あ死ぬまで一回やってみたいなと思ってさいやかっこいいかっこいいや、俺なんかやったらかっこ悪いかもしれないけど、いやそんなことないですよ、ボスはすげえなって思っちゃいました、そうですね、サパークラ、いやすごい青山そこは一回しか行ったことないですけど、はい、2022年8月31日から9月11日まで下北沢劇小劇場ラピュタシップ第2回公演リジン、憎しみ合っている隣同士の3家族が密室に閉じ込められてしまう話です。さあどうなるんでしょうね、先読み不可能のブラックコメディ、ぜひ見に来てください、待ってます。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします、ね、隣人もよろしくね、隣人だから真田丸、うん、役的には違うけど、木之本ちゃんと草刈ちゃんがこう絡むシーンを、それもあっていいんじゃないか、面白いんじゃないかってんでキャスティングしてくれて、ね、もうジジイだからさ、もう涙出そうだったんですよ、あれどうだったんだろうな、影武者の時のやっぱり相当プレッシャーだった、勝さんのファンの方からの電話とかも結構あったり、あ相当大変だった。いろいろありますけど、安心の医療体制で笑顔いっぱいのフロンティアの介護に決めました。介護のことはフロンティア 363-133